差がありますね。さあそのハレルソンから手渡し中村、逆にね大阪の方がよく人のボールも回ってますよね、はい、いいリズムでシュートまでいけてると思いますよ。コーチに代わって指揮を取ります竹野明智もヘッドコーチ代行です。さあ来ましたなあという気はしますね、はい。第2クォーター最初の大阪の得点はハレルソン、コーフリッピン、ダンカン、藤永原一発サイズへ。テスト優勝が示す通り身体能力も抜群のコーフリッピン。ここはニュービル、スキップパス、橋本のスリー、あーよく決めた。橋本も 42.1% 今シーズンのスリーです。アイラブラウンのツーポイントジャンパー、もう一回行きますね。さあここも富樫なでアリウープ、はい、今ファールということでフリースローですよね、はい、で残り4秒あるので、うん、この4秒の中でしっかりシュートまで持ち込むっていうことができるので、はい、やっぱそこの確認を今してるのかなというふうには。藤永のスリー、おーよく決めました。ここは踏ん張りました、ハレルソン。走っている高原ですが、ここは橋本。お強い、横向きで行きましたね。自ら行きました、橋本拓也、はい、気をつけたいですね、はい、伊藤から、日大から特別しての高原のプッシュ、高原、いやいいドライブでしたね。積極的な高原のドライブからのレインアップ、強い目の指導になります、高原。コーフリッピング、後ろから伊藤触って、ここは伊藤、イージーバスケット。橋本オープン、橋本のスリ ー、これだけオープンですときっちりと沈めてきます橋本です、はい、下千葉です。西村と富樫のバックコート陣、さらには原修太、原からダンカン、ナイスカット、ダンカン、2つレアップ。ニュービルのドライブ、ショーターのツーポイント、ショットクロック残り10秒、ニュービルトップオブザキーからのスリー、年末から見せています。いや今ショーター選手もねここちょっと狙ってて、必ずニュービル選手が来るの分かってたので、はい、サイズ選手と2人でボール下で取ったらもうのあっと狙ったような弾み方にはなりませんでした。ここで試合終了のブザー。